今 EXILE 昇吉ソロプロジェクトをなんでやりたいかとか、何のためにやってるとか、そして感謝だったりとか喜びだったりとか、伝えたいものをこの何分かに集約、そう最初できるかなと思ったんですけど、綴ってみるとできたかなっていうふうに思っていて、飾り物がなく、よりそのもう自分というもう素のままの自分を表現したくて、もうだからそれこそロックでも R&B でもヒップホップでも何でもない歌としての、自分のこの思いって気持ちだけをただ伝える音楽を作りたくて、ピアノ一本で、で刃物なしで、もう唯一一本だけで作ったTSK さんと一緒にあのスタジオ入って、さあバラード作りたいっていうお題だけはあって、自分のこのこういう曲を作りたいっていうのはあって、そこでもうトラックもないんで、ピアノもどの感じ、キーとかも決めてなくて、その場でだから作ってったんですよ。だから TSK さんがいて、自分がピアノの横にちょこんと座って、もうこうみたいな、こんなちょっとメロディーを作ってってみたいな、あ今のピアノいいっすねみたいな、本当になんかこうやって二人三脚で、だから音楽としてもすごいシンプルな、曲になりましたし、そっちの方が絶対伝えられるかなと思ったので、であの歌詞を書かせても、あの曲作らせてもらったんですけど、最初はなんか EXILE に対しての思いっていうのを歌っていて、憧れすぎた未来がそこにあって、目の前にあって、オーディションで目の前にあって、まあ手を伸ばしてくれたって、すごい眩しく見えたっていうことで、この蓮の花っていうのが EXILE の今シンボルみたいな感じに使ってるんですよ。あの例えばライジングサンでも蓮の花を、蓮の花が咲くこのエグザイルの道を歩いて、この歌う意味も全部を、そしてメンバーとも出会えて、ファンの皆さんとも出会えて、それを胸にフューチャーに向かって歩いていくみたいな、で夢を喜びを表現しました。でも2番っていうのはその中の苦しみだったり、自分の葛藤してた日々だったり、あんなに自信満々だった、いろんなポジティブがどっかに置き忘れたかのように、自信なくなった日々もありましたみたいな、だけどそんなその時流した古い涙を、今思いに変えて強くまた持って歩いていきますみたいな、で最後 I believe forever in love dream and happiness、 もうずっとこの love dream and happiness の精神のもと、力の限りフューチャーに向かって頑張っていきますっていう、そうですね、それでアルバムが終わるという、これがもうリードと言ってもいいぐらいの、このアルバムの本当に全てですね。